皆さんこんこにちは,はるばるポーランドからやってまいりましたカチョノフスキー・マルチンと申します。えー、ご招待に預かりまして、誠に光栄です。えー、さて、本日は過労,死に、えー、過労死というテーマでお話しさせていただきたいと思います。そもそも皆さんは小、えー、渕総理大臣をご存知だと思いますが、小、えー、渕さんは2000年に在任中に急死、えー、しました。ポーランドのウィィキペディアによれば、えー その原因は明らかに過労死でした。過労死というのは端的に言えばですね過度な仕事が原因で起こる労働者の死亡であり労働者の死亡であり 社会,用語社会医学用語として日本で最初の事例が1969年に起きてから生まれた言葉です。日本人は働きすぎとよく言われますが実は現代のポーランドでもこういう問題が潜在しており我々ポーランド人も世界で一番 世界,世界で最も長時間働く国民の一つだと言っても急ぎではありません仕事中毒は我々の人生に悪影響を及ぼしていますそ,その結果として家庭生活が乱れストレスが起きついに仕事に依存しました仕事中毒,中毒者に誰だってなれます その原因は数え切れないほどありますが例を挙げますと失業に対する恐怖や人生の儚さ病的な野心環境の抑圧それから優越感への欲望などと考えられるでしょう。 毎年日本国でおよそ3万人の日本人が過労死するとされています一方ポーランドでは誰もそういう統計を行わないのですが病院は心臓麻痺や動脈硬化症を患い死ぬ患者さんで溢れています若いポーランド人にとって 人生上最も大事なことは2つありましてそれはつまり家庭と経歴ですポーランド人が初めてのマンションを買うためのお金を稼ぐには猛烈に仕事をこなさなければなりませんしかしがむしゃらに仕事をしているうちに今までに大事にしていた 家族がいつの間にか重要でなくなってしまいます将来仕事中毒になりやすい人かどうかは週末のイライラ証拠で把握できます その時、出勤ができないからどうしたらいいかわからなくなり、そういう人たちは休まずに働きます。たとえ夏休みに自分の家族と過ごす暇な時間を過ごすよりも、むしろ語学講座に参加したり、合コンに行きがちです。 過労は悪循環に結びつきますたとえ心臓麻痺といった重病にかからないとしても40歳になって女房と子どもが突然消えてしまっていることに気づきますその時家庭のある周りにいる人を見てかなりショックとストレスを受けるに違いありません 仕事とキャ,リアはキャリアは大切なのですが必ずしも幸せな人生を保証するとは限りません皆さんはワーカフォリックですか次に尋問時としてください週に労働時間は60以上ですか夏休みの時に何日間ぐらい で携帯の電源をオフにできますか休みの日にイメールを見なくていいですか絶対に出世したいですか経歴と家族はどちら,どちらに大切しますかポーランドの社会経済における状況の変化は仕事という概念に新しい特別な意味をもたらしました。 よく雇い主が要求に応じて通常の時間、労働時間以上に働かなければならないと出張しています。それゆえ50時間以上に働く者は仕事依存症といえます。したがって 10人に1人はワーカホリックだと推定してもいいでしょう。ポーランド人は平均で週に40人時間働きますので、それはヨーロッパでは一番高い指標となっています。仕事依存主義はポーランドの高い失業率によっても悪影響されています。こういう現象は、 失業に対して危機感を起こしますさらに仕事以外に何もしなければ仕事は依存症となってしまいますこのこの問題は直接課長やマネージャーそれから自由営業者や自由契約者というものに影響し まさ、えー、し,しくは 30, 30歳以下の新卒や40代と50代の、えー、マネージャーに関して、えー、最も堅調です、えーえー、若者は野心が高いからこそ、えー、自分の能力を認めてもらうために、えーえー、自由時間を仕事に使い 自分の人生を犠牲にする傾向がありますその一方年配者の過労の原因は家庭内で起きている問題から離れたいからですそこで過労死を防ぐためには一番大事なことは 上司は自分の部下について早いうちにそういう恐ろしい兆候を見つけ出すことですただし上下関係が立った形式ばった形にすぎないなら個人問題についての情報は決して人事課に流れません人事の担当,担当者はすぐ社員の 仕事依存症を発見できるようにしなければなりません。最初の段階で仕事中に時間が流れていくことを感じなかったり、感じなかったり、睡眠時間を犠牲にして仕事をしたりといった兆候を見極めないといけません。 ピョトロさんはわずか36歳で化学産業企業のマネージャーとして勤めていました6000ポンドの給料と4万,4万ポンドの車用者に恵まれていました10年後ワルシャワナ郊外で家を建てることができましたが 毎,毎晩8時まで仕事して一切一切彼の計画や売り上げキャンペーンのおかげではなくテレビに映ったコマーシャルのおかげだけで売り上げが増加したことが分かってから満足できなくなってしまいました。 徐々に悩むようになってきました社長はマーケティングアクションをよその会社に依頼したのでピョトロさんは社長と喧嘩し始めました2年後会社を辞めると決断をしましたが突然心臓発作で亡くなってしまい退職に間に合いませんでした 40年も過労死の事件を取り扱う日本ではピョトロさんのケースも徹底的にし調べられたでしょうしもし過労が死亡とストレスの原因だったと証明できたら雇い主は代金,代金の損害賠償を払わざるをなくなったでしょうワレサ大統領が述べた第2の日本 はポーランドでも成り立つだろうと心理学者は警告しています。ただし恐ろしい形でしか成り立たないでしょう。一般的にポーランド人は韓国人とギリシャ人の次に労働時間が多く 毎年2000時間を働きます同時に経済協力開発機構の平均は1700時間となっていますそれで毎日下がっていく傾向ですオランダやドイツでの年間労働時間は1400時間ですさらに欧州生活労働条件開発 開発の統計によればヨーロッパでポーランド人は仕事を二つ三つを持ちながら土日一番長く働きますご清聴ありがとうございました